さあ 100m は最後の決勝になります。1年男子 100m 決勝に進出いたしました8名をご紹介してまいります。大きな声援をお願いいたします。1年柴田祐希くん松葉、2年神門博之くん原山、3年小堺裕太くん君津、4年坂巻智隆くん白山、5連塚田博隆くん七林、6連吉田雄介くん東深井、7連古川勝利くん白山、8連松田歩くん八木。以上の8名によりまして1年男子 100m 決勝です。オンヤマしました。1年男子 100m 決勝、さあ3連6連、3連は君津の小堺君、6連東深井吉田君、さあ2人が7秒にしてのフィニッシュ。スタート下の表彰は先ほど終了しました2年女子 100m の決勝です。決勝の表彰です。優勝したのは白山の水原さん。決勝のタイムは12秒68、向かい風 1.7m の中、大変素晴らしいタイム、そして予選では全国大会の標準記録突破、全国大会でも頑張ってください。おめでとうございます。ナンバーワン。さあ1年男子 100m 優勝したのは東深井の吉田君、12秒22、向かい風 1.1m で優勝であります。おめでとうございます。